味川水門は、高潮の被害から、大阪地域を守るために、味川河口に設置された、膨張水門である。味川水門前景大阪平野は、中石平野であり、海抜が低く、台風による風が吹きつける方向に対して、大阪湾が開港しているために、幾度となく高潮の被害に遭ってきた。加えて、人口の集中。 工業化の進展に伴い進行した地盤沈下とも相まって1934年の室戸台風、1950年の全台風、1961年の第二室戸台風では大きな被害を出した。そのため傍聴施設の整備が進められてきたが1965年より大阪校長対策高級計画が策定された。 高潮の被害を防ぐためには、防潮堤をかさ上げする方法があるが、淀川流域では2メートルのかさ上げが必要であり、都市の景観が変わってしまうこと、多数の橋梁と道路の改築が必要なこと、また防潮堤の延長が長くなることなどの理由により、実現は困難とされた。そのため河川の川口部に防潮水門を設け、海水の遡上を防ぐことが考えられた。計画では、 伊勢湾台風クラスの台風が室戸台風の経路を通り満潮時に大阪を直撃したケースを想定し計画高潮位を大阪湾の平均寒潮位に5.2メートルを加えた値に設定したこの値は台風シーズンの平均満潮位2.2メートルと台風による潮位の上昇を3.0メートルと想定し合計したものであるそして 傍聴水門外での計画堤防口は変動量1.4メートルを考慮し OP プラス6.6メートルに傍聴水門内での計画堤防口は計画貯流水位3.5メートルと余裕高0.8メートルを加えた OP プラス4.3メートルに設定されたこの計画に従い傍聴水門の設置が行われた小レンジ側水門、六軒屋川水門、三軒屋水門では ローラーゲート水門が、安ジ川水門、尻梨川水門、木津川水門では、船舶の航行が盛んであったために、アーチ型水門が採用された。なお、神崎川流域では、橋梁が比較的少なかったために、膨張堤方式が採用された。安ジ川水門で採用された形式は、アーチ型水門といい、アーチ型の構成系ートが、 上流側に倒れることで水門を閉鎖するこの形式の水門は、通常の水門と比較すると、航路の確保、耐震性、台風性の面で優れている。日本国内では、同計画で設置され、基本設計を同一とする、味川水門、尻なし川水門、キ川水門の3箇所が存在している。門戸門主水門の扉からだは2つの部分からなり、 中央部のヒンジで結合されている。幅66.7メートル、高さ11.9メートル、鋼鉄製で総重量は530トンに達する。首頭上部の巻き上げ機からワイヤーで支えられており、開閉はワイヤーの繰り出し、巻き取りによって行う。巻き紙機質、ガイドアーチ、ピア、ケーソンガイドアーチは90度の円弧を描く構成の構造物で上部に 巻紙機質が設置されている。ガイドアーチ下の部分は、ピアと言い,い、鉄筋コンクリート製である。ピアはケイソンによって支えられており、ケイソンは地下44メートルの地盤に達している。また、両側のピアを結ぶ地下通路が設置されている。支障部両側のピアに、扉体を支える支障部が設置されている。この部分は、モンドモン開閉時以外は、 水面の浮遊物が流れ込まないように防塵スクリーンで保護されている。複水門複水門は水調節用に設置されている。幅17.1メートル、高さ11.55メートルの鋼鉄製スイングゲート式水門である。扉体重量は107トンである。開閉は油圧シリンダーにより行う。閉鎖操作中のモンドモン主水門が閉鎖された。 状態操作再連水名門路地の信号を赤に切り替える干渉用チェーンを貼る防塵スクリーン解放手水門閉鎖防塵スクリーンを扉体に接触させる副水門閉鎖水門閉鎖中に上流から流れてくる水は上流の毛マ排水機場に設置されたポンプで新淀川側に放流される水門を開くときは逆の手順で行う命令系統水門閉鎖は 大阪府知事の指令に基づいて、西大阪地水事務所長が行うことと定められている。水門の閉鎖基準は、高潮警報発表後潮位が、OP プラス2.5メートルを超えるまでである。西大阪地域校長対策、大阪府土木部下選出、大阪府西大阪地水事務所による、室戸台風、大阪府、2007年9月30日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2007年8月10日閲覧。第2室戸台風。大阪府。2007年9月30日時点のオリジナルより。アーカイブ。2007年8月10日閲覧。西大阪地域校長対策。大阪府土木部下選出。大阪府西大阪地水事務所による。味川水門捜査規定昭和45年11月27日。 大阪府訓令第71号、傍聴水門大阪府西大阪地水事務所による。ありがとうございます。